最後は試合だ。水面サッカー。さあ、それでは今日の最後のトレーニング、試合をしてみよう。みんなは試合というと11人で広いグラウンドでやるものと思うかもしれないけれど、それだけが試合じゃないよ。少ない人数で広くないところでも十分楽しめる方法があるんだ。それが3対3で行うスリーメンサッカー。今回やったシュートの練習を生かしてゴールを目指そう。ペットボトルを3本置いて3対3で勝負。試合時間は5分間。時間内に1本でも多くペットボトルを倒した方が勝ち。狭い場所でもできるし、小さいペットボトルに狙いを定めるからテクニックも身につくゲームだ。今回対戦するのはこちらのチーム。ジェネレーターション、いつでも元気はつらつ、ハルキ、カズマ、クンペイのオレンジャーチーム。ファイト一発。ファイトあふれる3人組、六郎、ケンシロウ、ケントのブルーファイターチーム。さあ、ブルーファイターのキックオフでゲームスタート。おっと、いきなりカズマがボールを奪ってドリブルで切れ込んでのシュート。早速練習で習ったインステップキックで狙ったんですが、ディフェンスに阻まれゴールならず。しかしイメージ通りのシュートだったのか、カズマいい笑顔です。今度はブルーファイターの攻撃。ケントからのパスを受けたケンシロウ、ドリブルだ。左足でロングシュート、ゴール。早くも先制点を奪いました。ケンシロウ、難しい角度から振り向きざまのシュート。足の甲でしっかりとボールを捉え、蹴り足をまっすぐに振り抜きました。なんとも素晴らしいインステップキック。練習の成果が大事な場面で発揮されました。ナイスゴール。さあ、追いつきたいオレンジャー。カズマがボールをキープ。ディフェンスを2人かわした。打てるかカズマ。カズマゴール。第一。見事なドリブルから得点に結びつけたカズマ。ここは慎重にインサイドキックで確実に決めました。これで試合は1対1の同点。いいぞカズマ。さあ、試合は激しい打ち合いとなってきました。シュート練習の成果が遺憾なく発揮されています。しかし残り時間はわずか。1対1のまま決着はついに PK 戦へ持ち込まれました。3人対3人の PK 戦、1人ずつ交代でペットボトルに向かってシュート。1本でも多く倒したチームが勝ちだ。最初のキッカーはオレンジャー、ハルキ。シュート練習の成果をここで披露できるのか。あー、残念、外してしまった。続いてのキッカーはブルーファイター、六郎。自信たっぷりの笑顔です。しかしこれは大失敗。よく見ると踏み込む足が変な方向に向いています。踏み込む足は蹴りたい方向にしっかり向けないといけなかったよね。さて、次のキッカーはオレンジャー、クンペイ。慎重にインサイドキックで狙ったが外れてしまった。続いてのキッカーはブルーファイター、ケント。ゴールを奪えるか。しっかりと狙ってシュート、決まった。踏み込む足がしっかりと蹴りたい方向に向いていました。シュートの練習がここでも生かされました。追いつきたいオレンジャー。今度のキッカーはカズマ。これも決まった。1対1。最後のキッカーはケンシロウ。これが決まればブルーファイターの勝利。しかし外せば延長戦に突入。勝負を決めるか、ケンシロウ。決まった。この日先制ゴールを決めているケンシロウ、最後の大事な場面も落ち着いてシュート。ブルーファイターが見事勝利しました。レイ、ありがとうございました。どうだい、スリーメンサッカー。どちらのチームも練習で教わった通りの素晴らしいシュートでゴールを決めていたね。楽
しくてテクニックも身につくゲームだから、君もぜひやってみよう。